今ねスクリーンに多分大槌になってると思いますのでね全国のお客様朝やからありがとうございますさあそれではまずはですね皆様から一言ずつご挨拶とえ公開を向けた今のお気持ちをこの劇場そして全国に向けてもいただければというふうに思いますまずは自由奔放で絵を描くことを愛する深川誠二を演じられました白岩るきさんお願いしますはいありがとうございますはいあのこの度深川誠治役を演じさせていただきました白岩るきです え皆さんの朝早くからお集まりいただき本当にありがとうございます。あのたくさんの方の支えだったりとか協力があって今日の日を迎えられていると思うので本当にたくさんの人にすべての人に感謝してえ今日楽しみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして学校ではマスクが手放せず本心を隠して生きるには茜を演じられました熊田凛ンさんお願いします。はいあ <laughs> ありがとうございます。 に、えー、庭金を演じさせていただきました。熊田凛花です今日はあの舞台札にお越しの皆さん、そしてライブをご覧の皆さん、本当にありがとうございます。あの昨日初日を迎えたんですけれども。 すごくたくさんもうコメントとか SNS で私の方にも届いていて、まあ、自分でもこうチェックしていたりしてあなんかやっと公開することができたんだなっていうのをものすごく毎秒毎秒かみしめています今日は短い時間にはなってしまうんですけれども楽しんでいただけたら嬉しいですよろしくお願いしますありがとうございます続きまして茜の友人さやかを演じられました柳井夢菜さんお願いします ありがとうございます。さやかを演じました柳井ゆめなです、えー。本当についにこの日が来たんだなっていう今すごくワクワクしているし、あの早く本当に皆さんに見てほしいという思いでずっと公開の日を待ち望んでいたので、えー、皆さんにぜひあのじっくり見てあの本当にたくさんの方に広まっていたいけたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 続きまして、選手と茜が,が通ういろは高校の美術教師岡崎を演じられました。上杉周平さん、お願いします。ありがとうございます。え上、ー、杉周平と申します。えー、っとですね、皆さん上映後ということで、なんか爽やかな顔をされてるなというのがここから見えるんですけれども。私自身、あの教師役というのが初めてだったものですから。なんか、こっち側に来てしまったんだなと思って、今日はどしっと。 いい大人でいたいなと思っておりますよろしくお願いしますありがとうございます最後にメガホンを取られました坂井舞監督お願いしますはい監督の坂井舞です今日は来てくださり本当にありがとうございます、えー、昨日から公開ということでもう何回も見てくださった方もいるとあの SNS で見させてもらってすごいいろんな感想を私も見させてもらって本当に嬉しいです 今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあでお話し伺っていきますが、スチール撮影はオーケーですが、一旦フラッシュは後ほどまでお控えください。よろしくお願いします。さあまずは白岩さん、熊田さんに伺いますが、ついに映画公開になりました。改めてこの劇場そして全国の皆さんもう今見終わったばかりなんで、はい。いや多分だから二人役としてちょっと目に目に映ってると思うんですよまだ。本当ですか。ね。 だからキュンキュンした状況のまま今迎えてきてると思うんですけども <laughs>、はい、改めてここでその2人の政治と茜の、ね、恋だったりとか関係性だったりとか自分の思う魅力って白さんどういうのかと思いますいやそうですねなんかあの、まあ、誰かを思ったりだったりとか誰かと出会うことによって自分が少しずつ変わってったりとか何かその人の影響を受けて刺激を受けて。 なんか自分が変化していくっていう姿がすごくなんか傍から見てて青春だなっていうのとかなんかうわ羨ましいなっていう気持ちが多分皆さんあると思うんでなんかそこがすごくお互いがお互いをこう支え合ってる辛い時にお互いが支え合ってるっていう関係性がすごくなんか僕は羨ましいなというかなんか微笑ましく誠治と茜を見てましたねはい。 まあさんも横で今ずっとうなずいてましたけどすかおすごいでもやっぱり共感できます,すなんかやっぱり弱いところを見せられる中ってすごく素敵な関係だなって思ってて私も結構どっちかっていうと強がっちゃうタイプなんですけどなんかやっぱりそういうお互いの悩みとかを共有してより強くなる絆ってあると思うし。 やっぱり政治ととの関係はとっても素敵だなっってていうふうふに思ってますなるほど、はいはい、でこれを受けてこれ皆さんに伺っていきたいと思うんですがキャストの皆さんもうこれネタバレ関係なく何喋っていただいても結構なんですけどそれぞれ共演シーンがあったりしたというふうに思います撮影現場で印象に残ったシーン、まあ、ご自身が出てるシーンもしくは監督とのかやり取りとかでもいいんですけどもあの伺ったんですが主演のだってあれでしょうだって渋谷さんもだって熊田さんも二人そってあの人見知りなんでしょ 人 <laughs> とも人見知りって大丈夫ですかこれいやだから本当にすごく周りの方に助けていただいたところもあるし、はいはい、まあでも2人であの徐々にこうコミュニケーションを取っていっても後半の方はちゃんと誠治とねでやってましたけど最初の方はねなかなかちょっとに全然喋らないのと目も <laughs> <あ>合わせなくて。 あの現場に入るまではで現場入って1日目2日目もまだ目合わせて,なくてですか撮影始まってるのにそうですで1日目があの誠治が茜ちゃんの家にこう行くシーンだったんですけどあ,あそこいやよく「用意杯」の時に誠治になれるなって思いながら見てましためちゃめちゃあの緊張したの覚えてますね 結構あの日結構アドリブも出してましたよねありましたっけありましたありましたドアの前でやり取りするってああ確かにすごいなって私もあもう大丈夫だって思っちゃいました実はあのシーンが一番最初に政治として入ったシーンだったので目を合わせてないのにアドリブは出てくるっていれも またなんか見方が変わって面白いかなと思います、ね、<laughs> そうで改めてろうさんからあの思い出してみてこ,このシーンがこうだったなとかもしくはこの撮影現場でこんなことあったなってなんかい,やいっぱいあるんですけどはい、はい、話したいこといいっぱいっぱ喋てくださいじゃあ例えば酒井監督で言ったら、はい、今回屋上のシーンとか、まあ、結構あの空とかが多いので高いところでの撮影が多いんですけどすごく高いところが苦手なので。 屋上のシーンとかであの端っことかに行くともう行かないでって言って <laughs> すぐ真ん中の方にあに戻ってきてっていう感じででも絵的には端っこに行きたい絵もあるわけです、ね、そうですねあるんですけどもなるべくあの高いところに行かないでという屋上で撮影してるのに高いところは行かないでっていうのがありましたね、はい、屋上相当印象的なシーンいっぱいありましたけどね <laughs> そうですよね。原作が空がすごく綺麗なものなのでそこを大事にしたいと思っていてただ、怖いところが本当怖いところじゃない高いところが怖いので皆さん安全に撮影してほしいのでなるべく本当にこう…学校の屋上ですよ、別にそんな危なくはないと思いますけど多分一番うる,うるさかったと思いますあの高いところの安全面に関して。<laughs> あとキャストの皆さんとか何かありました覚えてる白ロさんなんかこんなことあったなとかっていやそ上杉さんとかも<お>僕あんまりその撮影の日にちが被ることがなくて本当に少ない時間だったんですけどあの、まあ、今もそうなんですけどすごくクールでかっこよくてっていう感じなんですけどゴッホのシーン あの見比べてっていうシーンで,で、ね、あのちょっとあの噛んでしまったりとかした時のリアクションがめちゃめちゃ可愛くて <laughs> すごくギャップを感じたのを覚えてますね。ふだ <laughs>、はい、んか普段はこうクールな感じでかっこいいビシッとした先生なんですけど、ね、そこのちょっとハプニングとかはめっちゃ可愛かったなっギャップ燃えっねギャップが多分皆さんもあれを見たらキュンキュンするだろうなって思っ、はい、てました。 熊田さん、んかありますかあそうですね、えー、でも私1個すごいなって城場さんに関して思ったことがあって、はい、あの台本も覚えながら多分新曲のダンスの練習もしてどっちも覚えてたんですよ。で私って結構なんか新しいことを覚えたりとかやんなきゃいけない時って1個のことしかできないんですけどものすごく器用にダンスもやって台本も覚えてやられてたんでそれがすごい器用だなと思って。はい それごめんなさいどんな感じ, <laughs> な感じだって普通そんな人間できるはずないわけだから <laughs> 雰囲気は <laughs>、はい、あのそれこそあの僕たちの「あのタイガーっていう曲の制作機関と「モロをかぶってたんですけど台本を見て、はい、<laughs> ちょっと時間あるな <laughs> あめっちゃ動画を見てやってましたね やってま台本見て、ダンスの動画見て、台本見てっていうのを現場でずっとやってて、衣装をびちゃびちゃにしてしまったっていう、あの踊りすぎてあ<っ>あの、衣装を汗でびちゃびちゃにしてしまって、まあ、衣装さんに迷惑かけたなっていうのはあるんですけど、<laughs> はた、い、から見たらとても不思議な光景ないや、そうですね、廊下で急に誠治が踊ってるってなってました多分 <laughs> でも本当にそうです、ね、大変だったんですけど 今こうやって公開を迎えたらすごくやってよかったなっていう達成感があったりとか本当に幸せな気持ちですね。印象的なシーンがダンスのシーンここのこのダンス上半身だけのダンスもあってだプラスそのダンスも覚えてたって今なったらえっ、ー、っていう本当に。 大変だったなっていうのがあるんですけど本当そのダンスの練習もみんなで何日かやったりとかしてすごく思い出に残ってるんですけど本番その,あの撮影中もこのダンスもやりつつ空き時間にその新曲のダンスも踊られてたのですごいなって思ってましたね広瀬さんそれ具体的にどんな感じになってたわけですかそれは <laughs> 僕ですか台本がありました台本がありますよね台本があって,あって、はい、タイガーがてやってました、ねはい、やってましたやってましたよそこまではさらに ええ、そしてもう一個それ熊田さんから見ても何かもう、ま、真面目って真面目というか、ね、あっすごい,すごいでも何か不思議な人だなと思う <laughs> 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 ぐちゃぐちゃに全部やってもパニックにならないんだと思って。 いな逆に城井さんから見て熊田さんはどんな方だったんですか僕もあんまり喋らない方なのかなって思ってましたしあのどうやって本番前にあの女優さんがこう気持ちを作るかとか分からなかったのでそこもなんか探りながらだったんですけど喋ってみたらあのすごいあの小さいことでも笑ってくれるし。<laughs> めちゃめちゃ喋ってくれるしあと自分が好きな話題とかになるともう止まんなくなるのですごくあの話しやすかったですしもっと早くあのこう喋ってコミュニケーションを取っておけばよかったなって今思ってますね。って言われてますけどどうですか熊田さんなんなか そうですよね。途中からちょっと急加速して出しすぎましたよね <laughs> だから多分ある日突然変わったみたいな感じあってちょっとびっくりさせたんじゃないかなって今思いましたでもすごくやりやすくてあよかったです、はい、さあ上杉先生はどうなんですか、はい、撮影現場では、えー、そうですねはい、はい、でも僕実質本当に3日間ぐらいしか撮影は行ってなくてはい、はい、最初の方でさっきおっしゃってたゴーホーのシーン撮ってその後に 誠司君とねちゃんとおのの終盤の方のシーンがあるんですけどもう二人とも,もう最初の時と違ってもうなんか目が違うんですよ最後の方はもう役としてしっかり前見据えててなんかシーンが出来上がっててああもう頑張れ、<laughs> いいぞっていうそういう気持ちで二人のことをなんか応援したいなっていう気持ちですごいどんどん向かっていけたので僕もすごいそれでパワーをもらいましたし。なんか 目が変わってるなっていうのをすごい感じたのを覚えてます。はいどうですか今目がとやっぱ役に完全に入ってたっていう。いや自分ではあんまりあの気づいてなかったかもしれないですけど嬉しいですねそうやって言っていただけて。お子さんも二人の関係性が出来上がっていたって今先生からおっしゃった。いやなんかそれこそあの先生との撮影がある時とかもあのすごい。 頑張れっていうのをものすごく感じてなんか私先生の方を見ないで走ってるはずなのに後ろからすごい応援を感じると思いながら撮影してましたいいですね、はい、頑張れ頑張れっていう気持ちでいっぱいでございましたで現場で今お話しされてた「頑張れ」のシーンなんですけどあそこすごいいいシーンじゃないですか。うん、あれ上杉さんのアドリブで あれはないんですよね脚本にそうで,すかできっと感じ取ってそう表現してくださったんですけどすごくいいなぁと思いましたはいあと上杉さんからもねもう二人の関係性がやっぱりほら後半来たら本当に違っていたって監督からもそうでしたそうですねあのー、学校のシーンである日突然二人とも話し出したのであのー。 びっくりしましたね。はい <laughs> <laughs> で多分文化祭のシーンぐらいで、あ,<ー>あの急にその人見知りが解消されたというか、しっかり。多分2人ともちゃんとコミュニケーション取らなきゃなって真面目に思ってやってくださってたのでで、それが屋上のシーンの前だったので、よりそれがその良かったな。というか、その2人の関係性として政治と茜として。 こう映ったなと思いました。ありがとうございます。さあそしてもう一つ皆さんに共通の質問をお願いしたいと思います。本作は純度百パーセントのエモーショナルな、まあ色鮮やかなラブストーリーなんですけれども、そんな純度百パーセントにちなんで皆さんのまるまる度百パーセントというエピソードを伺っていこうと思います。じゃあこれまず白岩さんありますか。何々度百何何何度百パーセントですか。じゃああの、はい、夜君好き度愛度お 100あの昨日夜君の公式のインスタグラムで2人であのインスタライブを夜やったんですよ結構遅い時間に僕その後あの映画館見に行きましたえあえっ普通に普通に夜君見に行きましたじゃあお客さんの中にはい誠司がいたっていう誠司がヒロイワさんがいたはいいました一緒に見ましたねそれ気づかれましたいいいや気づかれてないと思いますよだいぶ あのー、気づかれない技があるのでもしかしたら隣で一緒に見てたかもしれないことです、ね、かもしれないですね本当にあのレイトショーで見に行きましたねお客様の反応とかもちょっと気になったりしてそうですねだからあのところどころでこ反応も聞こえてきたりとか、えー、見るのも楽しかったですし、うん、なんかやっぱりみんなと見るのが楽しかったですね。 本当あのこのエンドロールの時に前に立ってこう挨拶てしてびっくりするでしょ帰ろうかなと思ったぐらい本当にいるよっていうのを伝えたかったんですけどまああのバレないようにお忍びで邪魔しないように行ってきましたねこれからも行くかもしれないですもんもしかしたらねもちろんですねあのちゃんと横見てくださいね皆さん <laughs> い,るい, <laughs> いるかもしれないです熊田さんありますかあそうですね、はい、私は本当昨日感じたことなんですけど 運命100%にしてもいいですか？もちろん運命100%はいあちょうど本当同じ日で昨日ゲリラでインスタライブを行ったんですけどその時にあの h m v 渋谷さんの方でやらせてもらってそしたら小学校の時の同級生がその場所で働いてて<え> <laughs> 10年ぶりだったんですけど分かったんですよもう名札もつけてないし会ってもないし連絡先も知らなかったんですけど もう見一目見ただけであの子だあの子ってかとあの時のって思って近寄ってってそれですごいなんか運命感じました。なんかまさにその映画もそうですけども、はい、運命的ななんか出会いというかはいなんか初日、うん、え公開初日にそんなことが起きるんだと思って<ー>ちょっと昨日はびっくりしましたね。ー運命度100%わ、はい、かりました。さやなわさん何かありますか。はいえっ、ー、と私は。 先に言うと感動度100%なんですけど、はい、あのこの間の『24時間テレビ』にあの初めて参加させていただいて「イッテ Q!」メンバーとかも出たりとかもしててあの応援してたんですけどマラソンランナー当日発表の,あのひろみさんが走られてる姿を見てこんなかっこいいあの、まあ、おじさんマラソンっていう風におっしゃってましたけど。はいはい あの大人のおじさまいらっしゃるかなっていう本当に思って直接こうモニターで本当あのリアルタイムで応援してたのでもう感動がもうこの今までにないぐらいの本当にかっこいいし尊敬できる尊敬するあのひろみさんが格好すぎて感動度100%感動度100%はいありがとうございますさ上杉さん何度<や>そうですねまあほっこり度 100% <laughs> ですかね <laughs> ほっこりいやあの、はい、さっきもお伝えしたように僕ももう30を超えて、はい、学生役からもう先生成役になって、はい、周りも子供が生まれる人たちが増えてきてっていう、はい、子供たちとよく休みの日なんか遊ぶことが多いんですけどもうなんか頑張れの気持ちなんですよねこれも。もう 頑張れよってなんかいっぱい人大きくなれよっていうなんかもう競争心とかがもうどんどんなくなってきてどんどんあの頑張れよっていう方向に最近なっててるんでなんか心がどんどん穏やかになってるなっていう日々です。ほっこりで。ほっこりで100%ですね、はい。監督は何でしょうか。私はですね優しい度100%でお願いします。わかりました優しい。 えと現場でのお話なんですけれどもせいじくんの、えーとまあかねちゃんが気持ち悪くなっちゃってしゃがんでいる時で袋をこう大丈夫かって渡してあげると思うんですけれどもそこのこう渡し方がちゃんと手回して優しくこうちゃんとなんだ気持ち悪い人に寄り添った。 袋の渡し方をされてたりとかあとその遊園地のバルーンのゴンドラに茜ちゃん乗るときにちゃんと手添えて乗りやすいようにしてくださってたりしてそれは私からはリクエストとかオーダーはしていなくて自然ともう白岩さんから出るこう紳士さというかそういう優しさが出てて。 こうそれがこう誠司君のこう品にもなってて優しいな優しさ100%だなって思いましたちょっと待ってください城井さんそのリアル王子様どういうことなんですかそれは <laughs> いやいい男ですよねですよねやっぱりスクリーンのせいやでもスクリーンの誠司を見てわあって思うわけでしょっていやでも本当にに誠司を見てキュンキュンしてくれるっていうのはまあ なんか少なからずその僕を見てなんかまあそういう細かい行動だったりとかがまあ刺さったりとか見つけてくれてるのかなっていう意味ではなんか自分にこうキュンキュンしてくれてるっていうなんか見方もできるのでなんかとても嬉しい気分でいっぱいですし本当に何も考えてないですね、えー、自然になっちゃうってね。そういう風に なんかそれ、かっこ悪いですよね <laughs>。そう、そう言ったらかっこ悪いんですけど、<laughs> でも本当に無意識でしたね。そうですか、はい。無意識ロマンティックです。無意識ロマンティック。はい、熊田さん、もそれ感じ、無意識ロマンティック感じてました。やっぱりそういうの。あ。ううもでも、そう、そうですね。茜としてはすごくやっぱり感じ取れて。でも、やっぱ茜はすごい必死に生きてるから。ね、やっぱ政治がいてよかったなっていうふうに思いました。 <laughs> ありがとうございます。頑張りました。<laughs> 頑張りました。はい、さあお時間ね迫ってまいりました。えー、この後ねフォトセッションに行きますが、えー、まあ、劇場で、えー、見ている方と全国で見ている方に向けて最後に締めの挨拶もいただければというふうに思います。白、えー、谷さん、釜田さん監督より一言ずつじゃまずは白谷さんからお願いします。 はいえー、先ほども言ったんですけどあの僕とかあの僕らだけじゃなくて本当に裏で見えないところであの支えてくださっている関係者の皆様だったり今日こうやって足を運んでくれる皆様だったり昨日見てくれた皆様がいてあの全て夜君が成り立っていると思うので本当に改めて全ての皆さんに感謝したいなと思いますしあの皆さん本当に健康に気をつけてあの過ごしてください。 はい、僕は今日この日を迎えられたこと、とても幸せに思ってます。本当に特別な時間をありがとうございました。ありがとうございました。では、熊田さん。はい、えー、まずは皆さん、今日は本当にありがとうございました。えっと、この作品を、私も本当に身をこう削りながらと言いますか。もうがむしゃらに前を向いて、もうしんどくもなりながらも、政治という存在に助けられて。 なんかすごくやっぱり人との出会いによって救われることもあるし考え方が変わることもあるなっていうのを今また作品をこうもう一回見てみて感じることもすごく多いので誰か1人でも多くの方の背中を押せる作品になったらいいなというふうに思っています。今日はは本当にあありりががととううごござざいいままししたたでは監督 まず原作の塩見先生にお礼を言いたいですこの物語と出会えて本当に良かったですで本当に撮影現場キャストの皆さんスタッフの皆さんと一生懸命やって今日皆さんに見せられることができましたで皆さんが見てくださることによって本当に映画って完成すると思っていますので足を運んでいただき本当にありがとうございますより多くの人にこの物語が届くように頑いま 祈っておりますこれからもよろしくお願いしますありがとうございましたではフォトセッションへと移らせていただきますマイクをお預かりしました足元に看板が出てまいりますであの、お二人を中心にちょっと真ん中にちょっとぎゅっと寄る感じになると思います、えー、白岩さん、熊田さんを中心にちょっと真ん中にですね今ちょっと位置をですねスタッフの方が指示しますが皆さん真ん中に寄っていただいていいんですよねこれでいいんですよねはい。 じゃぎゅっと,ギュッと寄る形ではいはいじゃあ、はい、センターから寄る気味ポーズでいきますかねはいはいはいうん、はいはい、はい、すか、はい、はいはいはい,じゃいきましょうはいじゃはいはいいはいはいははいはい ロロママンンチチッッククくださいちょっとをとうどんどん左の方行き、ねはい行きましょう。お隣、はいきましょう。どんどんいきますよ、はい行きます。いいですか、どんどんお隣、あの上手の方そう,そうです、ね、じゃ後列いって、はい、ありがとうございます。どんどんいいですか、その辺り。はい、で一番左の方ういきますよ。一人戻って、にっこり笑顔でいきましょう、はいはい。いいですか、大丈夫ですかはい

で最後にもう一度オフィシャルいきますよ。はい、はい、いいですかじゃあ前列にいてはいて、はい。この後オフィシャルですよ。はい、いきましょう。はい、このポーズはこれが最後になりますよ。笑顔で。大ヒット祈願。笑顔。ありがとうございます。であのムービーありますあの。一番奥に向かってちょっと手を水洗いそうです、ねあ。大丈夫ですかあっ、る気ポーズのままでいいんですかわかりました。じゃそのままで。はい でこの後手を振るのもあるってことですかわかりましたこのまで大丈夫ですかわかりました、はい、じゃあしばらくいただきますどうでしょういいですかどうでしょうかまだよろしいですかどうでしょうはいありがとうございますでは皆さんに皆さんをイメージした色の花束をお渡ししてもう一度撮影をさせてください。そうなんです政治だったりお金だったりそのイメージした色のブーケがはいね上杉さん小間、ね、田さん ああこうカラフルな感じのねお花を持っていただいてお花をこちらに見せつつはいねじゃあ改めていきましょう、センターです、大丈夫ですか笑顔で花に負けないぐらい爽やかなねはい僕だけを見てはい何十指示なんですかはいはいどんどんいきますよ。 いいですか。目線いいですか。どんどんいきますよそ。そちらの方、はい。はい、ありがとうございます。はい、いいですか。はい、そちら。はい、じゃあ、スマイルでお願いします。はい。じゃあ、よろしければ一番、じゃあ、右からまた真ん中戻りましょう、はい。はい。はい。はい、笑顔でお願いします。はい、いきますよ。お隣。にっこり笑顔でお願いします。はい。 はい、戻っていきます。そのお隣の方、はい、ありがとうございます。はい。いいですか。はい、そして、はい、お隣の方、はい、どんどん真ん中戻ります。で、えー、お隣の方、いきますか。お隣の方。で、この後、一旦じゃ、また、後列大丈夫ですか。じゃ、この後、一旦、一旦、じゃ、後列行きましょう。後列行って、後列行って、はい。で、前列に戻って、その方、で、この後、最後にもう一度オフィシャルになります。はい。はい、じゃ、最後オフィシャルです。 真ん中には真ん中に合わせる、うん、<laughs> パワーパワーってどういうことだったい, <laughs> いいですかはい,はいはいじゃあ最後にムービーです今度はじゃあ花を片手で持ってちょっとはい手を振る形でよろしいですかちょっと見づらいと思いますが一番奥のはい今ちょっとペンライトが見えてるあたりにはい持って手を振っていただければというふうに思いますいかがでしょうかどうでしょうか もうちょっといただきますよはい